ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はビデオ安売りをターザン後藤院大戦闘プロレスについて触れてまいります。一軒家プロレスでおなじみのビデオ安売り王が再び新しいプロレス企画を発表。この企画はテリー伊藤と高橋がなりの最強タッグゆえかなりの期待ができそうです。舞台は足立区のある銭湯。対戦カードはターザン後藤ミスターガンノスケ対ヘッドハンターズです。銭湯を知らないヘッドハンターズにとってはかなりのハンデ戦と言えます。決着は脱衣所で3カウントを取った後、相手を女湯に引きずり込み湯船に5カウント沈めて勝利です。ちなみに試合が行われているにもかかわらず銭湯は通常営業です。3カウントを取った後藤はヘッドハンターズを女湯に引きずり込みます。しかしヘッドハンターズ自ら女湯に向かっているようにも見えます。幸い女湯には若い女性しかいませんでした。案の定銭湯に慣れていないヘッドハンターズはあえなく撃沈。しかし決着がついてもなかなか女湯を離れようとはしませんでした。女湯でしばし乱闘が繰り広げられ、リングアナウンサーのマグナム北斗も巻き添いを食らいます。そして4人は湯冷ましのため銭湯の外でしばし場外戦を繰り広げます。なかなかの好勝負となった大戦闘プロレス、果たして一軒家プロレスを超えることができるでしょうか。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はビデオ安売り用ターザン後藤院大戦闘プロレスについて触れてまいりました。